どうもハイパーダッシュ基地のクールキです。今日は9月25日に京セラドーム9階スカイホールで開催されたミニ四駆ジャパンカップ2022大阪大会の各クラス優勝決定戦の模様をお届けいたします。それではまずトライアルクラスからどうぞ。スイッチオンスタンバイ、シグナルに注目。パワードバイ FDK ミニ四駆ジャパンカップ2022ドライブオン横浜タイヤトライアルクラス優勝決定戦スタート。さあ最初はトライアルクラスの優勝決定戦、1周目終えて今戻ってきた3台のマシン、ややリードしているのは2コースのマシンか。さあ後ろからさらに2台のマシン、2コース3コースも迫ってきている。ここで順位が変わるか。現在トップは2コース、2,1,3,4 コースと続く。 FDK ローリングフォールから今ニューエラグラジマック抜ける。1台のマシンがリタイアだ。どうした。さあ残ったのは3台、さらにもう1台のマシンがリタイア。残っている2台のマシンが先頭。さあトップのマシンが1コースか。さあその後ろからもう1台のマシンが迫ってきている。残すところもあとわずか、ラストラップか。いや3コースは先にゴールいった、おめでとう。優勝は3コースカナダ力也選手。スイッチオンスタンバイ、シグナルに注目。パワードバイ FDK ミニ四駆ジャパンカップ2022ドライブオン横浜タイヤ大阪大会ジュニアクラス優勝決定戦スタート。スタートダッシュはほぼ合格。さあどうでしょうか。横浜タイヤ V 値から今ニューエラグライドバック抜けて少しばらけてきたか。2台のマシン2コースと3コース、それを追いかける1コースのマシンのレース展開。 FDK ローリングフォローを今抜けてエリア D2B、 コースがややリードか。ここで2コースが逆転か。いや1コースのマシンも上がってきたぞ。残すところもあと2周、現在は4周目。ここで2コースがリードを広げてきた。横浜タイヤブリッジ、そして今 FDK ローリングフォロー抜けてラストラップ、2,1,3 コースの順だ。最後の1周先にゴールするのはどっちのマシンだ。追い上げてきたか。今ゴール、優勝は1コース中本選手、第2位2コース糠田選手、そして第3位3コース松田選手、おめでとうございます。スイッチオンスタンバイ、シグナルに注目。パワードバイ FDK ミニ四駆ジャパンカップ2022ドライブオン横浜タイヤ大阪大会オープンクラス優勝決定戦スタート。さあ各社が一斉にスタート。1台のマシン2コース、どうした、登りきれない。早速1台リタイアしてしまった。さあ2周目に入ったところでトップのマシンが結構イエローボディ、こちら3コースレーンが変わった。どうした、さらに順位が変わる。現在のトップは1コースのマシンだ。1コース5コース、そして後ろからは4コースのマシン。さあ逃げ切るか、戻ってくるか、どうだ。さあどうだ、残すところもあと1、2周か。さあラストラップへと入った。さあ最初にゴールするマシンが今戻ってきた、先頭5コースおめでとう。優勝は5コース藤川拓選手。スイッチオンスタンバイ、シグナルに注目。パワードバイ FDK ミニ四駆ジャパンカップ2022ドライブオン横浜タイヤ大阪大会チャンピオンズ優勝決定戦スタート。さあ4台のマシンが整理スタート。まずは最初の1周目、横浜タイヤブリッジから今ニューエラグラジマックを抜けてトップ3台で争いか。さあ先行する1台のマシンがリタイアか。残っている3台、トップ今戻ってきた3コースはオレンジボディ、3コースその後ろからじわじわ攻めてくるのか。後ろからは2コースのマシンが上がってきた。そのさらに後ろからは1コース、3、2、1コースと続く。 FDK ローリングフォールを抜けてトップのマシンラストラップだ。あっという間、3コースが逃げるのか、2コース逆転なるのか。最後のエリア D2B を抜けて今ゴール、優勝は3コース佐藤拓也選手。いやー各クラスすごいレースでしたね。そしてなんと今回は私クールキもですね、実際にレーサーとして参加させていただきました。この模様はハイパーダッシュ基地公式 YouTube チャンネル、そしてタミヤ公式 YouTube チャンネルでもご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。